トックスガードナーは、アメリカの言語学者、暗号解読者。20世紀のアメリカの防御用活動部隊の中で、最も偉大な人物となった。英語の他にドイツ語、サンスクリット語、リトアニア語、スペイン語、フランス語、日本語、ロシア語を扱えるマルチリンガルであった。ミシシッピ州オカローナで生まれ、テキサス州オースティンで育った。オースティンのテキサス大学を卒業した後、 1938年から1940年まで補助教員をしていたウィスコンシン大学マディソン校でドイツ語の修士を取得した。オハイオ州のアクロン大学でドイツ語の言語学者として働いていた時、ドイツ語の暗号解読のためアメリカ陸軍の陸軍通信情報局に徴用された。その後すぐに日本語の暗号解読にも携わった。 日本語はわずか23ヶ月で習得した。1946年にガードナーはベノナと呼ばれるソ連暗号解読の国費プロジェクトに参画した。ソ連の暗号システムはワンタイムパッド法を使用しており、そのため解読は困難であると思われていた。しかし、ソ連は以前に使用したワンタイムパッド法のとあるページを再使用するという誤りを犯したため、 ガードナーはその年のうちに暗号内で使用されている英語の綴りを特定することによりベノナで最初の暗号解読を行った。1947年の5月にガードナーは解読された暗号からアメリカが衆国陸軍省参謀として機密情報に接することのできるアメリカ陸軍航空隊の EN。 ウィリアム・ルート・ビヒ・ウルマン少佐をソ連がエージェントとして放っていることがほのめかされていることに気がついた。このことによりガードナーが読み取ったソ連国家保安委員会の情報がアメリカにおける多数のソ連のスパイを示しているということが明らかとなった。ガードナーは1972年に引退したが彼の業績は公開されることはなく1995年7月の ベノナのプロジェクト公開後の1996年になって初めて明らかになった。ガードナーが引退した時には、ガードナーと彼の同僚がアメリカ国家安全保障局やアメリカ中央情報局 EN センター4デモクラシーから称されたが、これは米民主党上院議員ダニエル・パトリック・モイニハンの働きかけによるものだった。ガードナーは、 メリーランド州チェビーチェイスで2002年8月9日に亡くなった。89歳だった。ありがとうございます。